とマリナさんたちがセッティングしてくれるって。ああ、わかった。じゃあ、区役所の係長さんにも立ち会いお願いしてくる。あ、私も行く。ステージ周りのこと、ちょっと確認したくて。はい。結構人手がいりそうですよね。私も手伝います。さやちゃん、私も行くよ。ありがとう、リミリー。すみません。手が空いてる人がいたら、荷物運ぶの手伝ってもらえますか？ふぅ、疲れた。みんな、商店街の人たちからご飯と飲み物もらったよ。あ、コロッケや唐揚げがいっぱい。それにハンバーグもある。本当だ、美味しそう。これ全部私たちが食べちゃっていいの？うん、これはポピパの分だって。それからじゃん、チョコカラメ。これさやちゃんのお父さんが持ってきてくれたの？うん、父さん張り切っちゃって朝からすっごい気合い入れて作ってた。本当ありがたいよな。準備も商店街総出って感じでさ。いろんな人たちがこのフェスに協力してくれて心強いよね。出演してくれるガールズバンドも本当にたくさんいるし、花咲川の人たちに音楽が広がっていく景色を見せたい。これなら実現できそうだね。アリサがいろいろ前もって準備してくれたおかげだよ。別に大したことしてねえって。区役所の係長さんも褒めてたよ。頼りになるって。うん、私驚いちゃった。あの係長さんも人のこと褒めることあるんだって。さすがはアリサだよね。よーし、今度は私がアリサのこと褒めちゃう。よーし、よしよしよし。やめろ、犬撫でるみたいに頭撫でんな。まあ準備が始まってからもいろいろあったけど、とうとうここまで来たって感じだよな。ごめんね、私が急に留学の話しちゃったから。いや、謝ることじゃないって。リミにとっても私たちにとっても大事な話だったから。うん、ああやってみんなで将来の話ができたから大切なことに気づけたんだと思う。誰かの見つけたキラキラドキドキにキラキラドキドキするってやつだね。うん、みんなにとってもこのフェスがそういう場所になってほしい。私ね、今すっごくワクワクしてるんだ。この花咲川にみんなのキラキラドキドキが集まってるっていうか、明日はもっとたくさんのキラキラドキドキが集まって、ここから何かが始まりそうな、そんな予感がするんだ。かすみがそういうこと言うときって妙に説得力あるんだよね。わかるわかる。そのためにも明日のフェス絶対成功させないとな。だね。ご協力ありがとうございます。本当はありがとうございます。お休みの日なのにいろんなことを細かく確認いただいたり、フードエリアの設営がスムーズに進むようにいろいろ助けていただいてすごく助かってます。私たちの何かやりたいって気持ちに応えてくれて、そのおかげでキラキラドキドキできるフェスが開催できそうです。
この後のリハーサルもバッチリ決めてこなくっちゃ。みんな準備はいい？ああ。